プロデューサーさん、お待たせしました。着替えてきましたよ。ありがとうございます。はい、服に気になるところはありませんが、お休みの日に制服で学校にいるので、なんだか変な気分ですよ。はい、それにプロデューサーさんが学校にいるのもなんだか不思議な感じです。おお、プロデューサーさんは先生みたいなこともするのですね。はい、みんなのためにいろいろ準備をしてくれていますから。それにアイドルとしての進路相談にも乗ってくれますからね。決めましたよ。今日はプロデューサーさんのことを先生って呼びますね。では慣れるようにたくさん呼びますよ。先生、先生。そんなことありませんよ。とっても似合っていると思います。今日一日ご指導よろしくお願いしますね、先生。